人は時にぶつかり合うこともあります。あなたは喧嘩をしたことがありますか？あります。やっぱりね。誰と喧嘩しました？お母さん。お母さん。ところで、あなた、ツイッターはやってますか？やってません。え？やってないんですか？それは、なんでですか？炎上するからです。よく聞こえなかったので、もう一度言ってくれますか？炎上が怖いからです。まあ、多少の危険はあります。次は、ツイッターに限らず、爆発的に人気者になる方法があるんです。お教えしましょう。はい。素直でよろしい。お教えします。なあに、簡単なことです。僕の写真を撮って、周りが一つ。まくってください。とんでもないことになりますよ。